珠代さんの、まあ、素晴らしいセリフから始まりました。お前を殺すためにお前より強くなる必要はない、お前を弱くすればいいだけの話というところで、珠代さんのかっこいいセリフ、無惨を殺すためなら手段を選ばないよというセリフから始まりました。そこで無惨に代わってですね、無惨は、どの鬼狩りの格闘も再生修復の疲労も私には蓄積しないと言っております。だけどこの4つの薬は私の肉体を確実に追い詰めてると。想像もできなかった。そしてドーマとはまた違う毒を使って分解にも時間がかかると言っております。ってことで、まあ、無惨は4つの薬は確実に私を追い詰めている、そしてこの薬はなかなか分解に時間がかかって手こずってるって言ってるんですよ。はい、無惨が結構追い詰められておりますというところで、まあ、無惨このまま追い詰められるのかと思いきや、はい、やっぱりですね、無惨はここで大技を出してきます。電撃パルスみたいな血鬼術を出すんですよ。そこでですね、カラスが死んでしまい、炭治郎、イグロさんが吹き飛ばされてしまい、炭治郎はなんと吹き飛ばされて、なんと痙攣もしてしまうというかなりの大技を出してきました。まあそしてですね、なんと産屋敷側の人たちにも少し攻撃が行ってしまっていてですね、まあちょっと鼻血とかが出てしまっているという無惨の、まあ、大技はカラスを返してですね、攻撃が伝わっちゃってるのかって感じなんですけど、そこでですね、まあ皆さん痙攣して無惨が逃げてしまうと、まあいうところで、はい、復活してきました。猪之助さんです。はい、かっこいい。そこで出たかっこいいセリフ。足も手も命も全部返せ。それができないなら100万回死んで償えよ、と猪之助のセリフ。そしてそっから猪之助 vs 無惨という形になるんですけど、まあ、やっぱ猪之助一人だけだからね、まあ無惨にこう殺されそうになっちゃうんですよ。でその時もう一人復活してきました。善逸でございます。そして善逸がそこで炭治郎に向かって言ったセリフがこちら。人間に戻った禰豆子ちゃんと生まれ育った家に帰るんだ、家族みんな待ってる、二人が帰ってくるの、って言っております。いや、ここでほんとね、善逸と、まあ、猪之助マジでかっこいいなって、ね、思ったんですけど、まあその後炭治郎がですね、まあ痙攣を起こしていたわけなんですけど、まあここでやっぱ頭のいい炭治郎です。血鬼術で神経系を狂わされているなら日輪刀が有効じゃないか、という、まあ、考察を立ててですね、痺れている神経に日輪刀を刺して緩和することができました。そして最後、ついに、あの方たちが戻ってきた。富岡義勇と姫島行明です。はい、ここでね、この二人の、まあ、描写が出てきたわけなんですけど、まあ、この二人が次回は復活してくるのかと、まあ、いう展開で198話へ続く。戦いは最終局面。今回の最初はですね、猪之助の攻撃から始まります。けだものの呼吸、死の牙、ひいこまざき、雷の呼吸、迅速、霹靂一閃。そして善逸のセリフ。体力が持たない、足が片方を潰れた、次の一撃が威力を保って出せる最後だ。死の方、ほのいかずじの回。さあそこで無惨に攻撃が刺さるんですが、浅い、格闘じゃないと損傷も薄い、というところで浅くてあまり攻撃が効いていない状態になります。そして猪之助の攻撃。けだものの呼吸、この牙、狂い咲き、三の牙、食い咲き。さあそこで無惨の反撃が始まります。前回も出した衝撃波のような血鬼術を出してきます。そこでこう猪之助がね、攻撃を食らってしまうんですけど、炭治郎が復活してきます。火の呼吸、灼骨炎用、烈日公共、滑車、危機運行。さあそこで炭治郎のセリフが出てきます。衝撃波の攻撃、無惨は連続して出せなくなっている。一度出すとための時間が必要、腕と触手の攻撃速度も落ちている、というところで無惨は連続して攻撃を出せなくなっているよ、というところと、攻撃を出すとその後の攻撃速度が落ちると、まあいうところが分かりました。そして炭治郎の攻撃。二巡の竜、かぶりまい。さあここで炭治郎の電池切れになってしまいます。やばいとなってしまった時にかばうように猪之助が技を出していきます。六の牙、
ラングイ神。さあそして炭治郎また回復して戻ってきます。火の呼吸炎武平気がの天元日光。さあここで善逸、立て、早く、どんな一撃でもいいから無惨を削れ。じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん、俺の背中を蹴っ飛ばしてくれ、というセリフとともに霹靂一閃。そして伊之助炭治郎、獣の呼吸炎武狂い咲き。さあここで伊之助が攻撃を食らってしまいます。ですが炭治郎はそのまま技を繰り出し続けます。斜陽転身。そして善逸、迅速霹靂一閃。さあここで善逸が攻撃を食らってしまいます。だがそれをかばうようにして炭治郎の攻撃がどんどん続いていきます。火の呼吸日雲の竜かぶら舞烈日光挙妖火突。そしてここで無惨を壁に追い込むことに成功します。そしてみんな大好き甘露寺みつりさんが復活してきます。ありがとうございます。甘露寺さんのセリフ、もういい加減にしてよバカと、若干変態が聞くと嬉しいようなセリフを吐いてきますと共に攻撃をします。またここで復活者が現れます。品津川さねみさんです。ありがとうございます。品津川さんは前回上半身が描かれていなかったのでひどいのではないかと思われたんですが、そこまでひどくなくてですね、一番最初に復活してきました品津川さんです。ありがとうございます。さあそこで品津川さねみさん無惨の顔面を真っ二つに割ります。すると完全にペニーワイズの状態になってしまいます。本当に気持ち悪かったです。無惨がペニーワイズになります。さあそこで完全にペニーワイズになった無惨が炭治郎の顔面を食おうとするんですね。ですがそこでなんと炭治郎の盾になってイグロさんが食われてしまうんです。イグロさんが食われてしまうんです。最悪や、ほんまにイグロさんが顔を食べられてしまいます。まあ食いちぎられたわけじゃないんですけど、噛みつかれたような感じです。そこで夜明けが来て198話は終了というところになります。差し込む朝日、すると壁に追いやられていた無惨は焦り、血気術を使って襲いかかってきている柱たちをなぎ払おうとします。そこで攻撃を食らってしまったイグロさん、品津川さんは衝撃波により飛ばされてしまい、炭治郎は抵抗した結果爆風により左手を失ってしまいます。それでも炭治郎は壁に追いやった無惨を逃がさないように抵抗し続けます。離すな、手を離すな、赤く刃を赤くするんだ、心を燃やせ、赤くなれ、頼む。するとそこで義勇さんが復活し炭治郎をサポートし、二人合わせて刃を赤くすることができました。赤くなった刃により無惨はダメージを食らいます。そしてついに太陽が昇り始める。すると無惨はこう考えます。体を縮めれば一瞬で焼き尽くされるならば肉の鎧を作れと、なんと無惨は巨大化しビッグベビーのような姿になってしまいました。それと同時に炭治郎はベイビーのお腹に挟まれて埋もれてしまいます。逃げようとするベイビー無惨だが、そんなことはあってはならないと隠しなどの鬼殺隊員の総攻撃が繰り広げられます。車で突撃したり本棚を上から落としたりと、とにかく日陰に入らせるなど必死に抗っていきます。だがそれでは戦力は足りず押し負けてしまいます。その時品津川さんの一撃、そして姫島さんの鎖、富岡さんの攻撃、イグロさんの攻撃と無惨にどんどん畳みかけていきます。そして最後に腹に埋もれていたかまど炭治郎の攻撃により、なんと弱り果てていた無惨は塵となり、第199話は終了しました。千年の夜明け、朝日が昇り塵になり始めた無惨、そしてそれはまるで美しい桜かのよう。ここで一句、桜かな、桜じゃないよ、無惨だよ。やがて
塵となった無惨は消え、ついに無惨は死亡する。今までみんなが繋いだ思いは無駄ではなかった。サイコロステーキ先輩は無駄ではなかった。喜び泣き叫ぶ鬼殺隊士たち、ありがとう村田さん、ありがとう後藤さん、ありがとうのじっち。場面は変わり、姫島さんへ。隠したちは姫島さんに薬を使おうとします。ですがもう遅すぎる。薬を無駄にしないで他の若者に使ってくれと姫島さんが言う。そして私はもう死ぬと言い、走馬灯でしょうか、たくさんの子供たちに囲まれ、あの日のことを謝られる姫島さん。そして行こうというセリフとともに泣きながら目をつむってしまった姫島さん、亡くなってしまったのでしょうか。そこで場面は変わり、イグロさんと甘露寺さんへ。瀕死状態の甘露寺さんはイグロさんに抱きかかえられながら話し始める。イグロさん、勝てた？ああ、勝った。無惨は死んだ。よかった、体が全然痛くないや。もうすぐ私死ぬみたい。俺もすぐ死ぬだろう。君は一人じゃない。イグロさんには死んでほしくないな。私あんまり役に立てなかったよね。ごめんね。そんなことはない。頼むからそんな風に言わないでくれ。初めて会った日のことを覚えてるか？うん。イグロさん、親方様のお屋敷で迷ってた私を助けてくれた。違う、逆だ。あの日会った君があまりにも普通の女の子だったから、俺は救われたんだ。些細なことではしゃいで鈴を転がすように笑い、柱になるまで苦しい試練もあっただろうに、それを少しも感じさせなかった。君と話しているととても楽しい。まるで自分も普通の青年になれたようで幸せだった。他のみんなもきっと同じだったよ。底抜けに明るく優しい君はたくさんの人の心をも救済している。胸を張れ、俺が誰にも文句は言わせない。私イグロさんが好き。イグロさんと食べるご飯が一番美味しいの。だってイグロさんすごく優しい目で私のこと見てくれるんだもん。イグロさん、お願い、生まれ変われたら、また人間に生まれ変われたら、私のことお嫁さんにしてくれる？もちろんだ。君が俺でいいと言ってくれるなら絶対に君を幸せにする。今度こそ死なせない。必ず守る。そこで再び場面は変わり、品津川さんへ。走馬灯でしょうか、玄弥や家族たちが遠くに見えます。だがお母さんだけは玄弥たちとは離れた場所にいる。なぜそこにいるんだと尋ねるサネミ。すると私はそっちに行けないと、という母。そして天国へは行けないという母。するとサネミはお袋を背負って地獄を歩くよ、という。ですがそこで父親のような人物が出てきて、突き飛ばされてサネミは目を覚ます。場面は善逸へ。なお善逸は元気な模様。そして富岡さんへ。炭治郎はどこだ？炭治郎は無事か？すると、そこには、剣を握りしめたまま、座り尽くす、炭治郎の姿が。炭治郎は、息をしていない。泣きながら、座り込む富岡さん。守れなかった。すまない、禰豆子。というセリフとともに、200話は、終了する。鬼の王。今回の始めは無惨の回想シーンから始まります。私にはいつも死の影がピタリと張り付いていた。私の心臓は母親の腹の中で
何度も止まり、生まれた時には死産だと言われ、私には脈拍も呼吸もありませんでした。そして火葬されるギリギリの時に私は最初に声を上げたと言っております。つまり無惨は生まれた時から体が弱かったんですね。そして無惨は産屋敷加賀屋の言っていたことは正しかったと認めます。すべての生き物は例外なく死ぬ。あの伝説のいきなりステーキでさえ死んでしまったら肉片は残らない。それは正しいと認めます。だが心だけは永遠不滅であると。そして私の思いもまた不滅だと言い、そこでなんと無惨は自分が死ぬ前に炭治郎にすべての血を注ぎます。かまど炭治郎、お前は日の光を克服し最強の鬼の王となるだろう。お前が滅ぼせ、私の代わりに。そこで場面は現在の炭治郎へ。死んでしまったと思われていた炭治郎、しかし動き始める。目が開き、腕が生えてきた炭治郎、完全に鬼の姿に。みんなが動揺し始め困惑している時、冷静に指示を出す富岡さん。炭治郎が鬼にされた。太陽の元に固定して焼き殺す。人を殺す前に炭治郎を殺せ。そして太陽の元に固定する富岡さん。頼む、このまま炭治郎のまま死んでくれ。しかし陽光焼けが止まってしまう。この一瞬で太陽を克服してしまったのだろうか。そこで炭治郎に呼びかける伊之助善逸。半羽織だぞ、仲間だぞ炭治郎。もう戦えないよ、ボロボロで。こんなのあんまりだ。禰豆子ちゃんはどうするんだよ炭治郎。そこで三人の回想シーンでの会話。俺たちは仲間だからさ、兄弟みたいなものだからさ、誰かが道を踏み外しそうになったらみんなで止めような。どんなに苦しくても辛くても正しい道を歩こう。俺が切る、俺が止める、俺が。だが炭治郎との思い出が脳裏をよぎり、炭治郎を切ることができない伊之助。そしてここで201話は終了する。帰ろう。鬼と化した炭治郎、その時ついに禰豆子が炭治郎の元に必死に呼びかける。禰豆子、お兄ちゃんごめんね、ずっと私何もわからなくなっててごめんなさい。肩を噛みつかれる禰豆子だが必死に呼びかける。お兄ちゃん、一人に全部負わせたね。どうしていつもお兄ちゃんばっかり苦しい目に遭うのかな。どうして一生懸命生きてる優しい人たちがいつもいつも踏みつけにされるのかな。悔しいよお兄ちゃん、負けないで、あと少しだよ。鬼になんてなっちゃダメ。帰ろうね、家に帰ろう。そして次の瞬間、突然叫び出す炭治郎。まだ暴走は収まらず、禰豆子に襲いかかろうとする。そこで再び必死に呼びかける善逸、伊之助。炭治郎やめろ、禰豆子ちゃんだぞ、元に戻ってる、人間に戻ってる。こんなことしたら死んじゃうよ。お兄ちゃんって呼んでるだろ。やめろ、ガーガー言うな、禰豆子に怪我とかさせんじゃねえ。お前そんなやつじゃないだろ、元の炭治郎に戻れよ。その時炭治郎が衝撃波を放つ。衝撃波により伊之助善逸
富岡さんが吹き飛ばされてしまう。しかも炭治郎の背中から岩アクの尻尾のようなものが無数に生えてきた。ちょっとこれ無惨の管に似てるようにも見えます。炭治郎に押さえつけられながらも必死に呼びかけるネズコ。お兄ちゃん負けないで、お兄ちゃん。しかし暴走は収まらず、岩アクの尻尾のようなもので、まあイコール管で、善逸に攻撃しようとする。善逸を守る富岡さん、ネズコを噛んだ、血の味を覚えてしまった、もうおしまいだ、早く早く炭治郎を殺さなければ、人を殺す前に。だが日光も赤い日輪刀も炭治郎には効かない、殺す方法がない。そこで元気玉を貯め始める炭治郎。クーリーンのことかってね、すいません。衝撃波の攻撃を貯め始める炭治郎だが、そんなことはあってはならないと、炭治郎の口に手を当て攻撃を塞ごうとするネズコ。手が血だらけに。諦めず止めようとするネズコ。なぜネズコを殺さない、血の滴る食い物が目の前にあるというのに。戦国の攻撃はなぜ遅れた。抗っているのか炭治郎。お前も炭治郎の自我を取り戻すことができれば。しかしそんな奇跡がたやすく起こせるのか俺に。とここで重要人物が生きていることが明らかに。日光で移動することができていない由四郎です。由四郎はここで自分には何もできないと言っておりますね。そしてカナオが、しかもカナオは三つ目の人間帰りの薬を忍さんから預けられていた。私の目を片方残してくれたのはこのためだったんだね、姉さん。鬼になってすぐだから、今ならまだ片目でも炭治郎の攻撃をかいくぐれるはず。ここで花の呼吸対の方、悲願主眼をやっております。いやー、これだけはね、ほんとやめてほしかった技なんですけど、いやー、ほんとにこの伝が生きちゃったかって感じですね。説明しよう。腹の呼吸対の方、悲願主眼とは、動体視力を極限まで上げ、相手の動きを封じ込める大技である。だがその強さゆえに失明する恐れも伴ってしまう究極の技なのである。そしてカナオは炭治郎に人間帰りの薬を刺すことに成功。炭治郎、ダメだよ。早く戻ってきて、ネズコちゃん泣かせたらダメだよ。そしてここで202話は終了する。あまたの呼び水。ここはおそらく走馬灯でしょうか、それともはたまた別の空間なのでしょうか。死の淵に立たされる炭治郎。そこで、帰りたい。俺も家に帰りたいよ、ネズコ。本当にもう疲れたんだ。と、訴える炭治郎。しかし、必死に止めようとする無惨。家族は皆死んだ。戻っても無意味だと。詐欺まがいの手口で、炭治郎を意地でも止めようとする無惨。そして、炭治郎と無惨の会話が始まります。思い出が残ってる、あの幸せな日々は俺とネズコがいる限り消えない。だから帰る。無意味なことをするのはよせ。ネズコは死んだ、お前が殺したんだ。嘘だ、ネズコは生きてる、お前は嘘つきだ。と言うセリフとともに炭治郎の背中を押す家族の姿が。余計な真似をするな、坊者ども。血の匂いがするだろう、仲間たちの。お前がやったのだ。憎まれているぞ。誰もお前が戻ることを望んでいない。謝りたい。みんなを傷つけてしまったこと。
戻って謝りたい。謝っても許されない。それはお前が決めることじゃない。みんなが俺を心配してくれてる。匂いでわかる。黙れ。お前は私の意志を継ぐ者。前を向くな。人を信じるな。希望を見出すな。鬼でなくなれば数年のうちに死ぬのだぞ。あざの代償を払わねばならぬ。自分のことだけを考えろ。目の前にある無限の命をつかみ取れ。嫌だ。俺は人間として死ぬんだ。無限の命なんか少しも欲しくならない。みんなのところに帰りたい。クズめ、お前だけ生き残るのか。大勢の者が死んだというのに、お前だけが何も失わず、のうのうと生き残るのか。するとそこへ、すでに亡くなってしまった鬼殺隊士たちが、炭治郎の背中を押します。そしてそこには、玄也、忍さん、煉獄さん、無一郎、姫島さん、サイコロステーキ先輩、甘露寺さん、イグロさんが。そう、ここで、おばみつの死が確定してしまいました。嘘でしょう。そして、炭治郎は、それら鬼殺隊士たちに、感謝の気持ちを述べながら、現世に戻ろうとします。だが、無惨は必死に炭治郎にしがみつきます。炭治郎待て。待ってくれ頼む。私の意志を、思いを継いでくれ。お前にしかできない。お前は神に選ばれし者だというのが、わからないのか。お前ならなれる。完璧な、究極の生物に。と、おもちゃを買ってもらえず、まるでダダをこねる子供かのように。だが、禰豆子やみんなの思いは強く、炭治郎は、現世に戻ることができました。そして、炭治郎は、人間として現世に戻ることができ、右目と左手を取り戻すことができました。みんなが喜び、禰豆子も喜びます。そして、炭治郎とカナオはお互いに目を合わせ、笑顔になります。また、カナオの左目は無事であることがわかりました。そして、元気に話しかける伊之助。お前にやられた傷なんか、大したことねえぜ。また、善逸は禰豆子に向かって話しかけます。俺は、一生かけて、償ってもらうから。妻の分も。と、かましております。また、富岡さんは、思わず泣いております。そして、誰もいない隅っこで、玉代さんが亡くなったことを悲しみ、涙をこぼす、ゆしろう。終わりましたよ、という玉代さんの天からの声とともに、第203話は、終了する。鬼のいない世界。悪い鬼がいない世界になった。だけど引き換えにあまりにもたくさんのものを失った。それでも俺たちは生きていかなければならない。この体に明日が来る限り。時は流れ、3ヶ月後、長屋敷にて桜も満開の季節。人間に戻った炭治郎と禰豆子は長屋敷の病室で会話をします。その中で明らかになったことは、鬼になった時に炭治郎に返された左腕、そして右目は形があるだけで機能はしていない。そして湯城さんの話によると、忍さんの薬と禰豆子を噛んだからこそ炭治郎は人間に戻れたんだと。もしどちらかが欠けていたら人間には戻れなかっただろうと。そう、禰豆子の体は無惨の細胞に対して抗体免疫を持っているらしい。そして炭治郎と湯城さんが話したきり、湯城さんがフラッと姿を現さなくなってしまったらしい。場面は変わり、産屋敷へ。残った柱は富岡義勇、品川さねみの二人となり、鬼殺隊は今日をもって解散してしまうことに。親方様との涙のお別れ、そして感謝を述べる富岡義勇、品川さねみ。続いて場面は
再び炭治郎の病室へ。宇髄天元さんたちや煉獄パパが炭治郎の病室にお見舞いに来てくれました。宇髄天元さんたちはお土産を持ってきてくれ、煉獄パパは煉獄さんの唾をつけて戦ってくれたことを感謝しに来ました。そして場面は伊之助へ。毎日のように盗み食いをしているらしく、今日も葵ちゃんに叱られています。そして葵ちゃんはご飯とは別に伊之助専用のお盆を作ってくれていました。それに優しさを感じ嬉しそうにする伊之助。場面は炭治郎とカナオへ。産屋敷の木の前で話す二人。その桜の木は初代花の呼吸の剣士が植えた桜らしく、必勝っていう名前があるらしい。カナオの目を心配する炭治郎だが、カナオの目は全然見えていないというわけではないらしく、傷も治っています。そして蛇のカブラ丸を持つカナオ、どうやらカブラ丸は生きていたみたいで、カナオはカブラ丸をもらったみたいです。場面はネズコへ。品津川さんと話すネズコ。今までしてきたネズコに対する仕打ちを、そして無惨戦後眠っていて戦いに参戦できなかったことを謝る品津川さん。だがネズコは優しく、私なんて2年ぐらい寝ていたことありますよ、それに比べたら大したことないです、私寝るの好きです、というネズコ。すると品津川さんは原野のことを思い出し、思わずネズコの頭を撫でてしまいます。そして炭治郎とネズコ、富岡さんと鱗滝さんは再会を果たし、富岡さんは髪を切ってさっぱりしています。場面は炭治郎、ネズコ、善逸、伊之助、お墓参りをする4人。そしてみんなで炭治郎の家に行く途中で三郎おじいさんに再会します。そしてその後炭治郎の家ではしゃぎ、楽しい時間はやがて過ぎていき、時は流れます。時は流れ現代へ。育成層をきらめく命ということで、今回の一番最初はですね、カナオにめちゃくちゃ似てる兄のかまどかなたという少年のセリフから始まります。いい加減起きなよと、学校遅刻するよと言っているわけなんですけども、言っている相手というのがですね、これ炭治郎にめちゃくちゃ似た弟のかまどすみひこという少年でございます。この場面から読み取れることはですね、炭治郎とカナオは結婚できたということですね。これは非常に良かったです。続いて場面はですね、善逸にめちゃくちゃ似た弟の吾妻義照という少年がいるんですけども、この義照はですね、善逸が書いた鬼殺隊の、まあ、実話の物語が小説となって、家に残されていたみたいなんですけども、それを倉庫で読んでいます。でそしてですね、そこに禰豆子にめちゃくちゃ似た吾妻桃子という姉がテスト前なのになんでそんなの読んでるんだよ、信じられないと言って、背中を蹴っ飛ばすんですよ。まあそしてこの二人は学校へ登校していくということになるんですけども、でまあここからわかることはですね、禰豆子と善逸は無事この二人で結婚できたということですね。善逸よかったな。でまあ投稿している時にニュースサイトを見ているんですけども、まあその時にですね、宇髄天元の子孫と思われる人が出てきます。名前は宇髄天馬で、体操の日本選手で金メダルを取ってる描写が描かれております。まあ宇髄天元さんの、まあ、子孫は体操選手になったみたいです。そしてね、そのニュースサイトで伊之助の子孫が出てくるんですけども、伊之助の子孫は橋平青葉という名前で植物学者になっていました。そこでですね、青い彼岸花の研究をしていたみたいなんですけども、青い彼岸花の謎が明かされました。青い彼岸花はですね、1年で 2,3 日、昼間だけ咲く花だったみたいです。そしてね、伊之助についてなんですけども、伊之助は葵と結婚したかっていうのは明かされていないんですけども、まあ、子孫が続いてるっていうことと、研究学者となっていることから、おそらく伊之助は、葵ちゃんと結婚したのではないかと思っております。まあ、他にね、伊之助が結婚したと考えられる人がいないのでね、まあ、伊之助はおそらく葵ちゃんと結婚したのではないかと、思っております。そしてね、その後ですね、一瞬かなえさんとしのぶさんらしき人が女子高生として描かれております。ただですね、この二人はもう死んでしまっているので子孫ではないんですけども、輪廻転生して生まれ変わりとして現れたのではないかと思ってます。
そしてね、その後信号で可愛い赤ちゃんにすれ違うんですけども、それはねただの赤ちゃんではなく、よく見るとですね雄一郎と無一郎なんですよ。ということでこの赤ちゃんは雄一郎と無一郎の生まれ変わりなんですよ。そこでですね、通学路を歩いていく善根津兄弟なんですけども、幼稚園を通り過ぎるんですね。でね、その幼稚園に姫島さんらしき人がいるんですよ。でこれはおそらく姫島さんの生まれ変わりを表しているのではないかと思うんですけども、まあね、なぜ幼稚園の先生をやっているかと言いますとですね、まあこれはおそらく大正時代姫島さんが、子供のことを大好きだったと、いうことを表しているのではないかと思っております。そしてね、会話中に、近くの定食屋のお話があるんですけども、まあこのね定食屋を営んでる人が、おばみつらしき人なんですよ。でね、これはまあおそらく、おばみつの生まれ変わりなんじゃないかなと思うんですけども、まあなぜねおばみつが定食屋を営んでるのか、これはおそらく大正時代二人でこう食事をしたということが一番の思い出だったと、いうことなのではないでしょうか。まあ、だからね輪廻転生して生まれ変わって定食屋を営んでると。そしてねここで炭治郎二の住彦くんがですね遅刻だと言ってね起きるわけなんですけども、窓から華麗にねジャンプしていくんですよ。まあ、この運動神経はやっぱ炭治郎から引き継がれたものなのではないでしょうかね。でねその後、人ん家を侵入して飛び越えていくんですけども、その飛び越えた家にいたのはですね、鱗滝さん二の人と、善逸の師匠である熊島五郎さん二の人がいたんですけども、まあこの二人が、将棋をしている場面が映されていましたね。そしてねそのお家のテレビに、こちらが日本最高記録を更新した産屋敷さんですと書かれているんですけども、まあこれはねあの人ですよ。当時大正時代だった時8歳だった産屋敷キリア様です。ということでこれはちょっと感動しましたね。炭治郎たちはね死んでしまったんですけども、産屋敷キリア様は現代までまだ生きてたということで、キリア様すげー。そしてね産屋敷だけにあったあの謎の病気っていうのがこう遺伝していたわけですけども、あれがね無惨を倒したおかげなのかまあわからないんですけども、まああの病気はもう遺伝しなくなったと、いうことで、まあ非常にそこはね良、かったですね。でねまあその後こう住彦は走っていってこうパトカーに当たりそうになるんですけども、まあそこでパトカーを飛び越えるんですよね。でねそのパトカーに乗っていた警察官が、品津川さねみと品津川玄也にめちゃくちゃ似てたんですけども、まあ、これはおそらくですね品津川さんの子孫なのではないかと思っております。そして住彦はこうパトカーを避けて走っていくわけなんですけども、まあそこでね小学生3人がいるわけですよ。でその3人がねこれめちゃくちゃ良かったですね。富岡義勇らしき人と、サビトらしき人とマコモらしき人がガチャガチャで出たキーホルダーを見せ合ってるんですけども、でこのガチャガチャのキーホルダーもいいんですよね。このガチャガチャのキーホルダーはあの鱗滝さんが作っていた狐のお面でした。でこの後ちょっと感動したんですけども、ゆしろうさんがその後どうなったのかっていうのが描かれていました。まあ、ゆしろうさんはね、鬼なので、現在も生きてるわけですよ。でね、これはある高校生のスマホ画面から分かったことなんですけども、ゆしろうさんはその後、画家として活動していました。でね、これただ単純に画家として活動していたというわけではなくて、たもやさんの絵を描き続けていました。つまりはですね、ゆしろうはたもやさんの絵を描き続けることによって、たもやさんは美しいんだと、世の中に広めていたわけです。でね、たもやさんを知っているのは、現代では、もうユシロウしかいないと前回のね炭治郎のセリフを、思い出させるような、このユシロウの活動、これはねなんというかちょっとね感動しました。でねこの後走り続ける住彦なんですけども、まあここでね、おそらく千寿郎さんの子孫であるまあ藤寿郎くんっていうまあめちゃくちゃ煉獄さん似のまあ人がいい朝だなって言ってね一緒に校門に向かっていくわけなんですけども、このシーンがですねめちゃくちゃあのサイキクソの災難のハイロキネシのセリフにめちゃくちゃ似てました。燃えてきたぞ、よし今のうちにトレーニングしておかないと。もうハイロキネシにしか見えなかった俺は。ということで走っていく二人なんですけども、まあ、警察に追いかけられてるんですよ。さっきねパトカーを飛び越したりしてるわけですから、警察に追いかけられながら、学校の校門に向かっていくんですけども、その時にね校門にいた先生がこれめちゃくちゃ村田さんに似てるわけですよ。まあおそらくこれは村田さんの子孫なんじゃないかなと思ってるんですけども、村田さんの子孫らしき人が、先生をやってましたね。でねまあ住彦と、当
幸次郎くんは、まあ、華麗にね、訪問を飛び越えて、まあ、ギリギリ、遅刻は免れたねって言うんですけども、その後ね、結局警察に連れ戻されちゃうっていうわけなんですけど、まあ、そこで最後ね、こう、警察との電話のシーンでご迷惑をおかけしましたと、すみひこのね、お母さんが電話しているんですけども、その電話がある前の壁に飾ってあるあの大正時代のみんなの写真が写されて、鬼滅の刃は終了するというわけなんですけども、このね写真の横にね花札があるんですよ。まあこれはですね炭治郎の父のセリフの、神楽と耳飾り、まあ、全ては継承することはできなかったんですけども、耳飾りはこう綺麗に飾って、代々継承されていると、いうことで、これはね非常に良かったですね。そしてね、最後のみんなの集合写真、これはね本当に良かったですね。みんな笑顔でハッピーエンドで、鬼滅は終われましたと。